はい、やってまいりました。再び由楽城でございます。間に合いました。これが噴水のパレードでございます。素晴らしき。僕が見た時はここまでちょっと派手じゃなかったですね。ちょっとなんかね、今回高いな、高さがありますね。でちなみに先ほどの車止めたところで見てみると僕ら以外の車で全部で3台ありまして、計4台っていうことになってます。まあ、車じゃないと来れる距離じゃないんでね、多分お客さんも今 4,5 名ぐらいで、エンディングがこの花火の状態です。多分おそらく毎日やってると思うんで、結構これ経費かかってると思うんだよな。これな、すごいですよ。見てください、これ入り口、端から端ここですよ。で駐車場はこっちです。全部駐車場。いやでもちょっと夜に来るとね、また雰囲気違いますけどね。なんかどっかのテーマパークかなんか、そのぐらいの規模感ですよね。こんなこの噴水とか。ちなみに流れてる曲はタイタニックでした。じゃあ行ってみたいと思います。行ってきます。もうね、もう第一印象はね、帝国ホテルか由楽城かっていうね、このぐらいのこのね、素晴らしいですよね。帝国ホテルか由楽城か、ね、そのぐらいの合成さ。ここ見てください。この下駄箱もこう3列ありますよ。まず1列、2列、3列で、お客さんは大体4人ぐらいという状態でございます。まず座席ね、席にはまあ1名もいらっしゃらない状態で、すごいですよね、こんな広さで。天井なんかこんな感じになってる。お台場のね、あそこのなんだっけ、なんかショッピングモール、忘れてたけど、こんな感じですよね、上見たら。でかなり広いです。相当広いです。こっちまで奥まで歩いて、こっちがね、噴水ショーの入り口です。で結構敷地内で言ったら東京ドームの半分ぐらい、そんぐらいあるのか。こっちまで、もう1日で回りきるのが大変ぐらいの広さでございます。でも全然ガラついてていないですよね、人が。まあ、10時に閉まるっていうのはちょっと早いっていうのもありますけどね。ちょっとお風呂の方に行ってみたいと思います。はい、入ってまいりました。名前ね、由楽城の上に実は東京と書いております。で終わった後にね、まあこんな感じでちょっとカエルの合唱もね、ありながらね、ちょっとエンディングという流れになるんですけども、このパンフレットもいただいてきました。なんとね、ここの上に東京と、東京由楽城と書いてありまして、住所は千葉県ね、富里市7A っていうのになってますね。まあディズニーランドと同じようにね、やっぱりまあ東京って言った方がやっぱり、ね、外人さんとかね、オリンピックも始まるとして、やっぱインパクトはあるんですけどね。ただね、千葉県にある東京由楽城というところは今回初めてね、気づいた点です。あとちょっと最大になったところはね、ちょっと今回気づいたんですけども、全部作るのに約制作費として25億ね。で、いろいろまあ、いろいろ中回ってみたところ、だいたい今月のね、維持費だけでもだいたい500万軽くいってるんじゃないかなと。ね。で、1日だいたいにどのぐらいいるんだろうな。売り上げがだいたいまあ10万だとして、ね、300万と。まあ、それ考えても200万以上の赤字と、ね、ちょっとね、やっていけるのかなって心配ではありますけどね、最大のちょっとね、今日初めて気づいたことがありまして、実はね、温泉ではなかったというね、結論が分かりましたね。制作費25億ね、場所もね、本当にいい場所にありまして、周り自然ですよね。だけどもね、若衆っていうね、結果がちょっと今日ね、まあちゃんと店員さん、店長さんみたいな人にね、聞いたんで間違いないとは思うんですけどね。まあそういうちょっと結論でしたね。まあただね、まあ言って、まあ前回も言ったんですけど、良かったなって思うところはやっぱり、まず、ね、人が少ないと。ね。こんだけの広さで、まあ今日のどれぐらいの男、まあ結構若い人たちも含めて、まあでもそれ10人もいないぐらいかな。まあそんな感じ。露天はちょっともうちょっとね、工夫があってもいいんじゃないかなと。ね、炭酸泉が熱いっていう、ちょっとね、炭酸泉が熱いっていうのはちょっと今までは回った中でもちょっと初めてで、あんまりゆっくり入ってられないちょっと炭酸泉と、ね、あと露天よりも五右衛門風呂の方がぬるいっていうね、これもちょっと初めてで、大体もう露天風呂ってみんな入るからね、やっぱり普通ね、まあ結構外だしぬるいことも結構多いんですけどね、五右衛門風呂の方がぬるいっていうのはそれもちょっと新しい感じでした。で、なんか別になんか誹謗中傷とかじゃなくてね、ただね、行った時にやっぱりね、1000円か。で、消費税込めて1000、あ、1000円だな、ちょうど1000円だね。1000円で飲み物買ったから1100いくらっていうだけでね、もう税込みで1000円ポッキリで入れます。由楽城ね、25億、1000円ポッキリで入れますんで。ただし、若衆というところね、しっかりとね、分かった上でね、皆さんね、行かれてくださいね。
まずここのスペースは何なんでしょうかね。これ入り口からのこのスペースは駐車場でもなく、なんか何があるわけでもなく、ただ道みたいな。これイギリスとかだったら皇室がもう更新してるような広さですよね、これね。皇室がね、うん、バッキンガム宮殿みたいな。ではまたご紹介します。今日はありがとうございました。